小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんこんばんは、小林誠也です。こんばんは、安田雅史です。小林さん、はい、聞くところによりますと、またまた連日大型、はい、特別ドラマの撮影に行かれたとか。あ、はい、そうなんですよ、はい。そのドラマがですね、1995年の阪神淡路大震災がありましたじゃないですか、はい、それのこの六甲道駅っていう駅が、はい、線路ごと崩落してしまったということで、はい、それをわずか74日間で復旧させたという実話をドラマ化したものでございます、はい、作品でして、はい、その、まあ、撮影現場がその駅の復興現場みたいな形で、こう工事現場みたいな結構大変な現場だったんですけども、はい、その中でこう役者さんの演技で、はい、やっぱりその演技の力というかパワーでこう引っ張られるような感覚を覚えたりだとか、はい、その連日その同じ現場に10日間も行かせていただいたということで、はい、その役者さんの演じられる役の、はい、お役のそのバックボーンが見えたりとか、すごい勉強になりました。はい、いい経験をしたんですね。本当に、はい、すごい勉強になりました。はい、でも聞くところによりますと、はい、安田さんも以前参加した、特別ドラマ、はい、亀梨和也さんが主演のドラマがいよいよ放送ということで、はい、そうなんですよ。今月19日夜9時からテレビ東京で放送される、はい、亀梨和也さん主演の手紙という特別ドラマに参加させていただきました、はい。まあ、この亀梨さんと僕共演というか、その亀梨さんの主演の、はい、撮影というのを、はい、行って、はい、まあ、特別ドラマなので、まあ、いつも行ってる普通のドラマとはなんかちょっと空気が違うんですよね、はい、はい。またあと亀梨さんのそのオーラ、もうスター性じゃないですけど、そういうものを間近で見えられて、はい、ああ僕もまあタイプは違うですけど、はい、まあ、そういう風に、まあ、成長していけたらなというのは思いますね、はい。という、まあ、僕も小林さんに負けないぐらいの経験をしてきました、はい、はい。それでは最初のコーナーに、はい、そうですね、行きたいと思いますので、まず最初のコーナーはマー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして、指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくコーナーです、はい。ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートを変えることもありますこと、ご容赦ください、はい。今回は福島県のいわき市にあるいわき駅に行ってまいりました、はい。前回は福島駅についてリポートさせていただきましたが、そうですね、決して1回の旅行で2つ訪ねたわけではなく、はい、まあ、ちゃんと別の日にいわき駅に改めて行ったことを、はい、まずこのコーナーの冒頭で付け加えさせていただきます、はい。まあ、ではなぜ今回この行き先をいわきにしたかと申しますと、はい、まあ、このいわき市は実は宮城県の仙台市に次いで東北地方で2番目に人口が多い都市なんです、はい。前回行った福島県の県庁所在地、はい、福島市よりいわき市は人口が多い、まあ、きちんと調べたわけではないので、まあ、恐縮ですが、はいはい、県庁所在地ではない市が県内で一番人口が多いというのはなかなかないのではと思い、はい、まあ、これは行かなければと思い、いわき市、まあ、いわき駅ですね、はい、に駅を決定いたしました、はい。まあ、ルート説明の前に今回訪れたいわき市の、はい、豆知識をもう一つ、はい。実はこのいわきはご存知の方は多いと思いますが、はい、まあ、ラジオをお聞きの皆様にあえて申し上げますが、はい、この僕がここで説明しているいわきはひらがななんです、はい。よくいわきと聞けば、はい、まあ、いわき一般のパンに、はい、まあ、ストーンですね、英語の石、一般のパンの下に石、下に、はいはい、ストーン、そしてキャッスル、まあ、お城の城という2文字の漢字を浮かべられると思いますが、はい、まあ、ここで言ういわき市のいわきはひらがなで、はい、まあ、ちなみに長野県、はい、諏訪郡の津野町、まあ、現在は茅野市ですね、はい。で山口県にある阿武郡の睦見村、まあ、現在は萩市、はい、そして青森県むつ市に次いで4例目のひらがな名の自治体でもあるそうです、はい。そんないわき市にあるいわき駅の説明を簡単にしたいと思います、はい。
開業は1897年です、はい、すいません明治30年で、はい、当時の駅名は平駅だったそうです。へ、これは先ほどから申し上げているいわき市が1966年に大規模合併でできた市であったため、はい、いわき駅に駅名が変更されたそうです。なるほど、はい、まあ、さて今回のルート説明に移りたいと思いますが、はい、行きのルートですがまず京浜東北線に乗りまして、はい、田端駅から上野駅に行きました、はい、ここで4駅です、はい、そして特急日立に乗り換えて、はい、上野駅から目的駅のいわき駅まで行きます。ここは、はい、10駅で合計14駅と、まあ、行きは簡単にしてしまいましたが、はい、まあ、帰りはちょっとアクセントというかちらっと工夫して行きました、はい、帰りはですね常磐線に乗りまして、はい、いわき駅から水戸駅まで行きます、はい、ここで18駅、はい、そしてここで特急ときわに乗り、はい、水戸駅から品川駅まで行きます、はい、ここで7駅です、はい、そして上野東京ラインに乗りまして、はい、品川駅から赤羽駅まで行きます、はい、ここで4駅、はい、そして埼京線に乗り換えまして赤羽駅から池袋駅、ここで3駅です、はい、そして山手線外回りに、乗り換えをして、はい、池袋駅から最後帰りの目的駅の田端駅、ここで4駅、まあ、合計しますと36駅と、はい、まあ、合わせますと、はい、そうですね、ミッション通りジャスト50となります。はい、今回僕は特急トキワと日立を利用しましたが、はい、もし皆さんが都内からいわきに行かれる際は特急日立にご乗車された方が早く着きます、はい、あくまでこのコーナーでご紹介させていただいております行き方はこのコーナーのミッションいかにジャスト50を目指すかを目的とした場合の利用手段としての行き方紹介でありますことをご容赦ください、はい、なるほどです。そしていわき駅についてついての感想ですが、はい、まあ、さすが人口約35万人の市の玄関口ということもあって、はい、まあ、駅舎も大変大きくて圧倒されてしまいました、はい、まあ、僕の中ではこれまでなんとなく福島県の端っこにある市という勝手なイメージの中で小さい町のイメージでしたが、はい、まあ、正直本当にすいませんでしたという規模でした、はい、駅前すぐ近くには平城の本丸跡や丹後沢公園といった観光名所などもあり、はい、駅前だけでも楽しめ帰りにお土産を買って帰るということができ、はい、日帰り旅行に最適な場所なんではないかと、まあ、僕自身思ってしまう、まあ、いわき駅でした、はいはい、以上今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。改めまして現在放送中の初めの2分担当は小林誠也と安田正史の新人俳優がお送りしております。さて今回もスペシャルゲストの方をお迎えいたしました。脱力関節調律師の山本優子先生です。皆さんこんばんは、山本優子です。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。今日はそれでは、まずは山本優子先生のプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小林さんお願いいたします。はい、お願いします。山本優子先生は大学で健康や医療について勉強された後、さらに研究と経験を重ねられ各部位に脱力を促し各関節の正しい動きを取り戻す山本優子オリジナルメソッドを開発されるとともに脱力関節調律理論を確立。現在は一般の方はもちろんプロゴルファーの方々への脱力関節調律に基づく山本優子オリジナルメソッドは広くゴルフのスコアアップに大いに影響があると今注目されていらっしゃる若手女性施術師さんです。そして、はい、この秋ここ市川うらら FM で毎月第2、第4火曜日夕方6時からうちの事務所の先輩佐々木千秋さんと山本優子の脱力会議という番組も始められました。今回はそのお忙しいところ僕たちの番組にゲストとしてお越しくださいました。千秋さんとは違い本当こう至らない点が多いと思いますが、ますがどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速質問したいと思うんですが、はいはい、よろしくお願いします。まず山本先生が施術ですね、はい、の道に進もうと考えられたきっかけは何なんでしょうか。きっかけですね、はい、高校生の時に男子バレーのマネージャーをしてまして、はい、まあ、そこで、はいはい、選手ではなく
こうサポート側としてチームの一員になったりだとか、はい、サポートして喜んでいただくっていうことの、はい、こうなんかこう楽しみだったりとか、嬉しさっていうのを感じたのがきっかけですかね。そこからこう人にこう支えていくと、はい、なるほどなるほど。マネージャーも大変ですからね。しかも必要不可欠なポジションなんで、ね、はい、大事ですから。ではなかなか簡単にお答えいただくのは難しいかと思いますが、はい、先生のオリジナルメソッドは何が一番重要なんでしょうか。はい、とにかく脱力ですね。もうさっきから何回も言ってますけど、はい、脱力がキーワードということで、はい、なるほど。素朴な疑問なんですけれども、はい、なぜ関節の調律なんでしょうか。まあ、関節といえば、はい、どちらかと矯正とかそういう言葉の方をイメージされる方多いと思うんですが、はい、そうですね、こう矯正とかって言うとよくしようっていうイメージが、まあ、自分の中ではあるんですけど、まあね、はい、まあ、よくしていくというよりかは正しく元に戻すことでパフォーマンスを上げていく、ピアノとかの調律みたいなのを戻すことによってっていうところに、まあ、こだわり持ってやってますので、調律という言葉を使っております。なるほど。じゃあ先生がお考えになる普段生活で腰や膝などの痛みを感じないためにはどういったことに気をつけていれば良いかっていうの。はい、やっぱり痛みを感じてしまうっていうのは、はい、こう力を入れてこう血流が悪くなってしまうことが原因のことが多いので、あ、はい、力を抜きながら動かす、あ、正しく動かす、はい、脱力が、そうですね、正しく動かす、はい、ちょっと脱力推しですが、はい、よく動かすということで、はい、続いて、まあ、これもさっきから素人の質問ばっかりで大変恐縮なんですが、はい、まあ、先生が開発されたオリジナルメソッドが、はい、まあ、なぜゴルフのスコアアップにつながるんでしょうか。はい、体ってこう正しく使ってる時が一番パフォーマンスが上がりまして、はいはいはい、私はまあゴルフのテクニックとかが分かるわけではないんですけれども、はいはい、まあ、治療家ということで正しい体の使い方だったり、はい、体の構造っていうのは熟知してますので、はい、そこをお伝えすることで一番体の効率的な動きができるので、なるほど、はい、スコアアップにつながっていきます。効率の良い体の動きをできるようにという、はい、なるほど、そういうサポートをしてスコアアップにつながるということですね。はい、なるほど。聞くところによりますと、はい、某ゴルファーの方も先生の施術によってドライバーの飛距離が伸びたとか、はい、そうなんですよ、はい、ありがたいことに、はい、ドラコンってこう遠くに飛ばす、あ、はい、どれだけ遠くに飛ばせるか、はい、そうですそうです、はい、それのこうドラコンの日本2位の選手が、おー、すげー、この施術させていただきまして、はいはい、施術直後にこうヘッドスピードが最高、彼の中の最高記録が更新されまして、飛距離が、はい、飛距離も伸びて、はい、それは嬉しいですね、なんか、はい、聞くと、いや、もうすごく嬉しくて、うん、まあ、このプロじゃない方もなんですけど、はい、まあ、この前こう80代でいつも回ってるような、まあ、すごくもともと上手な女性の方が施術の翌日に79ベストスコアを出してくださいました。すげえ。もう本当施術してすぐこう結果が出るような形。そうなんですね、はい、そうです、すごいですね、それは、まあ、それも一つの魅力なんですかね。はい、まあ、そんな山本優子先生なんですが、はい、まあ、ちょっとプライベートについてもお伺いしていきたいと思います。はい、まあ、子供の頃はどんな女の子でしたか。どんな女の子、はい、すごくマイペースで、マイペース、まあ、よく食べてよく眠るみたいな、はい、感じで、はい、よく食べ、だらだら、はい、だらだらしたマイペースした、マイペースな、へえ、そんなことちゃった、なんか元気ってイメージがなんかありそうですけど、そんな、いっぱいこう外で遊んでみたいな、はい、飼育してました。なるほど。いや、とてもお忙しいとは思いますが、はい、時間がある時っていうのはどういった時間の使い方をされていらっしゃいますか。なんかこう時間がある時はこう頭の中をスパッとリセットしたいので、まあ、カフェで本読んだりとか、はい、もう映画で、映画2時間半も全くこう映画の世界に入り込んだりっていう、あ、はいはい、もう没頭してこう自分のリセットする、はい、もうそういうのも必要ですからね。もう先ほどご紹介させていただきました通り、はい、まあ、冠番組、はい、山本優子の脱力会議ですが、はい、まあ、実際にマイクの前でお話しされてみていかがですか。いや、緊張しますね。もうそうですね、僕たちも、はい、ま、未だに緊張してるって緊張しますよね。でもやっぱりその脱力っていうのを知ってらっしゃるから、うん、こう、はい、あまり緊張が伝わってこないっていうのが、いやいやいや、なんかすごいもう どっしりじゃないですけど、その脱力してるから、はい、こうしっかりとしてますよね。もう本当に何でも受け止めてみたいな感じですよね。はい、
これから皆さんに脱力してもらえるような番組にできるように頑張らなきゃなと思ってます、はい、なるほど。そのご自身の番組って聞かれましたか？はい、はい、聞きました。こう周りの方とかの感想とかっていうの、はい、反応とかって。あ、はい、こう千秋さんとこう飲食店に行ってこう食べたり飲んだりした時の話をするコーナーがあるんですけど、はい、そこで盛り上がりすぎて、はい、その飲食店行ってみたいっていう感じが一番多いですね。実家みたいな感じですね。脱力も聞いて、はい、そこがメインなんだよみたいな感じですけど飲食店の方にファンがぜひ見る方は脱力の方をちょっと注目して聞いてほしいですね。はい、ぜひお願いします。じゃあそういった、番組ですが、まあ、今後は山本優子の脱力会議どんな番組にしていきたいとお考えですか？はい、私の、オリジナルメソッドである、はい、脱力関節調律を、まあ、一人でも多くの方にしていただける番組にできたらなと思っております。なるほど、はい、なるほど。それではこのあたりで、はい、山本先生から改めて山本優子の脱力会議はどんな番組かという説明と合わせて、はい、この番組をお聞きの方へメッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、今もこう頑張って頑張りすぎてる方ってすごく多いので、はい、まあ、ちょっと力を抜いて、はい、心と体がリラックスできる時間を作って明日からの活力にしてもらえる番組にしたいなと思っていまして、はい、まあ、皆さんもこう日頃忙しいとは思うんですけれども、はい、まあ、少し力を抜く時間を大切にしていただけたらなと思います。ありがとうございます。まあ、リラックスっていうのは、まあ、現代社会だと結構重要な部分かもしれませんからね。難しくなってきたりとかしてますもんね。そうですね。ぜひ皆さん、毎月第2、第4火曜日夕方6時から放送中の山本優子の脱力会議、ぜひお聞きください。はい、先生本日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストは脱力関節調律師の山本優子先生でした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか？これからも皆さん応援とともにどんどんお便りお願いいたします。メールの送り先が各番組とも先月から変わっております。メールアドレスは info@plus-vox.com です。 info@plus-vox.com です。はじめの2府までお待ちしております。それでははじめの2府、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田正史でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。